はい、どうも、競馬ストーリーテラーの田原元成です。今日はですね、中山金牌のデータ分析を行っていきたいと思っております。まあ、有馬記念が終わってね、1年が終わりかと思うんですけれども、まだ、ね、年明けがありますので、その予習という感じでね、なんか予想の方を参考にしていただければなというふうに思っております。では、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、まずはね、1番人気馬の成績をご覧ください。こちら。よくわからないですね、これだけだと。まあ、馬券内率で言うと 70% なので、そんなに低くもないと思っております。で、ここからですね、そのデータの深掘りというところをやっていきたいんですけれども、僕が今回注目したのは、こちらのデータです。はい、1番人気馬かつ、4、5歳馬。これに該当した場合の成績というのが、2-1-2-1。馬券内率がすごく跳ね上がったという感じになりました。振り返ると昨年は、クレッシェンドラブが6歳で、馬券圏外になってしまって、その前の年もね、マウントゴールドという馬が、6歳馬で、馬券圏外になっています。まあ、この4、5歳馬で、1頭だけね、ちょっと馬券圏外になってしまった馬がいたんですが、それがアドマイヤコスモスという馬でした。連勝中で臨んだんですけれども、ちょっとレース中はね、そのアクシデントがあって残念な結果になってしまいました。僕の中でこれはね、参考外と見なしておりますので、まあ、それを除いた場合で言いますと、4、5歳馬の1番人気馬はすごく高走率が高い 100% に近いような数字が叩き出されています。まあ、今年の該当馬で言うと、どうですかね。菊花賞4着のディープボーンドとか、まあ、同じ明け4歳のダーリントンホール。あと、上がり馬のヒシイグアスなんかがその候補となりますが、いずれも 4,5 歳馬です。なので、この3頭のいずれかが一番人気になった場合、データ上はすごく信用できるような、そんな印象が伺えます。はい、続いてはローテーション別のデータとなります。まずはこちらをご覧ください。前走のね、距離別を示したものになります。前走芝 2000m 組、これが7勝と圧倒的な成績を残しています。まあ、過去のね、その10年間でいうデータで言うと、一頭もね、その馬券圏内に入れなかった時はありません。まあ、軸を選ぶのであれば、僕はこの芝 2000m 組から選ぶのが賢明なのかなというふうに思っております。で、さらにもう一個ね、その、ものすごいデータといいますか、いわゆる 100% データというのをまあやってるんですけれども、それを挙げると、前走を芝 2000m を、初角5番手以内。今1コーナーですね。1コーナー5番手以内で勝った馬の成績というのが0140、馬券内率 100% となっています。まあ、勝ちきれていないのは確かなんですけれども、結構人気のない馬とかでもね、普通に好走しちゃうような、そんなデータですので、まあ、一つ覚えておいてはいいのではないでしょうか。で、今年それに該当する馬が、2頭いまして、まず1頭目が、心の灯台で、2頭目がヒシーグアス。この2頭がそのいわゆる 100% データみたいなところに該当する馬ですので、まあ、データ面からはね、すごく強調できるような、そんな2頭だと思います。ただですね、ちょっと良くないデータというのもありまして、それが明け4歳馬に関するデータです。明け4歳で、古馬の混合戦での良績がない馬の成績というのが00011、今11頭走って1頭たりとも馬券圏内に入っていません。例えばね、その過去を振り返った時に、山勝エースとか、まあ今世界のね、言うたら世界のウィンブライトみたいな、そのウィンブライトもそうでしたが、やっぱその古馬でね、3歳の時点で古馬との良績がある、ここがすごい重要なポイントとなっています。で、今年ね、その悪い方のデータに抵触してしまうのが、ディープボンドとダーリントンホール。いずれもね、その世代間での戦いしかしていない2頭ですので、まあ、データ面からは今回、割り引いた方がいいのではないかなというような、そんな印象がしています。はい、続いては血統面のデータに参ります。血統に関しては一つですね、ものすごく人気薄を発掘する上で、重要なデータというのがあります。それっていうのが、父ノーザンダンサー系です。これが、2015年以降、毎年馬券圏内を確保しておりまして、過去にはその10番人気馬の激走というのがものすごく2回ですかね、2回ありました。去年のね、テリトーリアルなんかもそうだったんですけれども、こう、中山金牌において高配当をどうやって狙おうかみたいになった時に、この父ノーザンダンサー系、ここは結構外せない存在なのかなというふうに思っております。まあ、今年で言うと、その、ちょっとさっきね、悪い方のデータに上がってしまったんですが、ダーリントンホールと去年の3着馬のテリトーリアル。
その辺が該当しますので、あ、去年というか、まあ、今年ですね、2020年の三着馬のテリトリアルが該当しますので、まあ、血統面という意味においてはすごく強調できるような2頭だと思ってます。ただですね、血統の面に関してもちょっと悪いデータをここで、ご紹介をしておきたいと思います。それがですね、父ディープインパクトです。もう今ね、圧倒的な母数を誇るような、そんな血統なんですけれども、このレースによってちょっと相性が良くありません。数字で言うと00110というふうに馬券圏内馬が1頭しかいない状況です。今年の該当馬で言うとね、カデナが当たるわけなんですけれども、結構ね、その2020年とかは大阪杯4着とかね、自力のこうさらに強化したみたいな結構古豪になってなお末脚に磨きがかかるような、そんな一頭ではあるんですが、血統面から言うとちょっとここは割引たいような、そんな印象です。はい、続いては枠順別のデータです。まずはこちらをご覧ください。まあ、数字が示す通りなんですが、4枠よりうち、要は馬番でいうと一桁番ですね、の馬が8勝というふうにもう圧倒的な業績を残しています。まあ、いわゆる中山金牌における内枠、要は内目の枠ですかね、そこに入った馬というのは評価を上げる必要があるような、そんな印象がデータから伺えます。ただ、非常にこれまずいなっていうぐらいのデータがあるんですが、それは外枠ですね。もうこれは数字が示す通りなんですが、過去10年でたったの1頭しか来てないんですよ、馬券内に。必ずしも外枠に人気薄が入ったからではそういうわけではなくてですね、外枠に関しても、3番人気ない馬が、6頭もいました。6頭いるにもかかわらず、その全てを馬券圏外に飲み込む、外枠に関してはこれだけの力があるというふうに思ってください。で、まあ、これには理由があるんですけれども、中山金牌の週からですね、中山の芝というのは C コースに変わります。この C コース代わりによってすごく内枠が有利になっています。こう、ね、過去のレースとかを見てもインからこうスルスルっと抜けるような競馬での構想が目立っています。反対にこう外からこうズバッと抜けるような競馬はほぼないので、やっぱこの枠順というのはすごく気にしておいた方がいいのではないでしょうか。で、最後にですね、その他データということで取り上げたいと思います。それがですね、冬の中山芝の勝利実績があるかどうかです。過去の構想馬を見てみると、特に直近4年というのが冬の中山芝で勝ってきた馬、これ4年連続で、連帯を果たしています。まあ、結構やっぱ冬競馬って特殊でして、その気候とかもそうなんですけれども、いわゆるそのウィンブライトのような、いわゆる冬馬が登場しやすい時期でもあります。で、それを考えた時に今年の該当馬ってなんだろうなって思った時に、ウィンエクシード、シークレットラン、ヒシイグアス、ロザームール、この4頭が該当するんですけれども、まあ、この4頭に関しては正直無条件で、印を打っていいと僕は思っています。まあ、まだね、そのデータの段階ですし、例えばこの4頭がすごく外枠引いちゃったら僕も考えざるを得ないんですが、まあ、冬競馬における冬実績、これはすごく重要ですので、このレースに限らずすごく注目してください。で、その中でより顕著なデータとして現れているのがこの中山金牌ということですので、先ほど挙げた4頭はすごく評価を上げているような、僕はそんなような気がしています。はい、以上で中山金牌のデータ分析は終了となります。これがですね、年内の最後の動画更新となります。11月のマイルチャンピオンシップの週から YouTube を始めたんですが、まさかこの1ヶ月ちょいで、4000人以上の方に、チャンネルのご登録をいただけるとは思っていませんでした。本当に皆様ありがとうございます。まあ、来年以降はですね、今やっている動画のデータ分析とかね、前頭診断、最終結論に加えまして、例えばそのジョッキー別のデータ分析とか、あと馬主とかね、牧場とか血統とか、そういったところまで切り口を広げていきまして、皆様にこう予想のね、役立つ情報というか参考になればというものをお届けしたいと思っております。まあ、今年本当1年ね、ありがとうございましたという言葉しかないんですが、まだ1年終わってはいませんので、皆様本当お体に気をつけてですね、この年越しを迎えていただければなというふうに思っております。次回はですね、1月の金牌の前の日ですね、おそらくそのあたりには動画の前頭分析をアップしたいと思いますので、またその時にお会いできれば嬉しいと思っております。それでは本当この1年、ありがとうございました。また来年お会いいたしましょう。それではまた。